今日めっちゃ早起き頑張ったんです 起きたの3時半とか。もう漁師だね はい、早起き頑張りました。褒めてください。はるかちゃんの笑顔を見て最近ファンになりました。え、嬉しい。本当に？初見さんだ。めっちゃ嬉しい。3時半はまだ。舞台の方にはね、ちょっと稽古も進んでいるんですけど、でもまたちょっと違うお仕事とぴったりとその舞台の稽古期間とかぶっていて、なのでちょっと行ったり来たりっていうか、そう、しばらくちょっと舞台の方に行けないから、なんかそう、舞台ね、ほんと大丈夫かなってめっちゃ心配してて そう、いや、なんか結構キュッとしたスケジュールだったので、その中でしかも私がちょっとお仕事で稽古に出れないみたいな時が結構あるから、結構今までやってきたお仕事の中でも 不安ランキング上位かも。そう、だからね、なんとかなりますように そう、なんとかなりますように。だし、なんかやっぱり私は初めて舞台をやった時も、今回が2回目なんですけど、なんかやっぱり舞台って生ものじゃないですか。映像だったらさ、その画面を通してとか、まあ制作さんが編集をしたりだとかされるから、なんかそれぞれ魅力があるじゃないですか。でもやっぱ生ものだからこそ、その編集だとか、そのカメラを越しを通してとかじゃなくて、自分がもうそのままお客さんに伝えるじゃないですか。そこが魅力だなと思うし、でもそこが怖いなって思う部分もやっぱあるので、そう、なので願ってる はい、記事です。でもまあ今は経験がやっぱりないので、演技をしたいとかっていう経験、演技をしたいなみたいな気持ちになってから、まあ徐々にだんですけど、そのお芝居する機会もいただきつつある感じですが、でもやっぱりその、なんだろう、同年代のその、普通に女優さんとかのこう志のある事務所に入ってる子たちとかと比べたら、やっぱりお芝居と向き合ってる時間が少ないわけじゃないですか。そうそう、私はでも NGT の大声はるかでもあることを自分でも選んでいるというか、それを、まあ、拠点というか軸、そこから NGT を広げるためにやってることとかでもあるから、それはあれなんですけど、でもやっぱりお外の世界で通用できる人に、通用する人になりたいなとかいうのはあるので、そうですね。だから今は集中して頑張ろう そう、でもやっぱり生だからドキドキしますね。
私キジだから、桃太郎のキジ役をやりましたってすごい面白い経歴だと思うんですよね。はい、だから楽しみながら頑張ろうと思います。そうそう、なんかね、キジからクジャクに成長したりして、いやーどうですかねすごい今適当に喋っちゃったいやーどうですかね、今持ってるよ、ありがとう。ランプありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。いやーそうそう、だからね、本当に頑張ろうね、頑張ろう。キジ姫のビジュアル、キジ姫のビジュアルはお楽しみにって感じです。いやでも結構楽しみにしててもらっていいと思います。ちょっと私はびっくりしましたもう ドキドキ。もうなんか私改めて考えて見てるんですけど、なんか暇すぎるとダメで、忙しすぎてもちょっと苦しいみたいないや今この瞬間は大丈夫なんです。とりあえずそのもう一つの舞台じゃない方のお仕事の山場を乗り切ったので、そう、あとはちょっと舞台心配かもっていうところなので、そう、うん、でも舞台が終わってもちょっといろいろね、スケジュール、でも公演にやっぱり出たいなーって、みんな今日はかえりちゃんの生誕祭だったんですよね。公演に出たいなーっていう気持ちはやっぱありましたね。今はでもまあお外頑張ろうみたいな、でもその新しい環境にその慣れるまでのなんか時間がかかるっていうよりかは、新しい環境のになったばっかり、初めて行った帰りとかってめっちゃ自分なんか疲れてませんか、こう皆さんももしかしたらなんかこう転勤とかなんかクラス替えとか
ちょっと環境、その関わる人が変わって、その初めましてみたいな時がの日が終わった時って、なんかお疲れ様でしたってなってからふーってなりませんか？私は結構やっぱりすごい緊張感というか、気が引き締まってる状態がずっとピッて続いてるとだいぶ疲れて、次の日の朝が結構その気持ち的にすごい不安になっちゃう。何か一つなんかでっかく不安なことがあるというよりかは、全体的に細々としたことがなんか頭によぎってきて、気づかれ、そう、確かに日本人にしかない、いや、そんなことないんじゃない、でもそれは、でもやっぱりなんか日本人はでもそのなんか本音をあんまりこう直接言わなかったりするところはあるって言いますよね。結構みんな他はこう思ったことバンバン言い合って、あだこだ言って、でもやっぱ日本人はまあ本音だとしてもすごいオブラートに包んだりだとか、なんとかかもしれないですとかそういうでも気遣いというか言葉のね選び方ができるのは素敵だなって思いますね。私日本人なんだきっと。うん、でもねやっぱり私はまだあのなんだろう、その、まあ、年齢とかもそうだし、もちろんキャリアもそうだし、なので基本その周りのスタッフさんとかは自分より年上っていうか、まあ、みんな年上だし、みんなそうだから目上の方にしかそのお仕事では関わらないっていうか、まあ3期生はだから初めてなんか目下っていう、目下っておかしいよね、初めて後輩という存在、お仕事とかでなんか自分よりその目上の人じゃない人みたいなの初めてなんだよ。でもよくあるんだけど名前ね間違えられやすい、苗字が、私は小越遥かと申すんですけれどもやっぱり珍しい苗字だから、小越だけど小越さんとかよく言われる。でなんか私訂正、その大事な時だったら訂正するんだけど、名前呼ばれた時になんか写真撮りますみたいな、小越さんこちらですって言われてもなんか訂正はしない派ですね。なんかしない派っていうか、まあでもしたい気持ちも山々だけど、なんかあっちからしたら結構どうでもいいかなとか思っちゃってでも名前間違えられるは結構地味に傷ついてる。なんかそうですね そうなんで、まあ、なんかその長くご一緒する方とかだったらなんか訂正するかもしれないけど、なんかその日限りのまあ今後とかはあるかもしれないけど、そうなんだろう、基本その一日その日だけみたいな関わる大人の方には「大越さんここです」って言われても「了解です」って「はい」
大声だけどって心の中で思いながらそう。でも名前間違えられると結構傷ついてます、実は。そうですね。遊びに来て、遊びに来てよ。やっほー。あと、はるかも春に花って書くけど、春に香りってで書かれてる時とかたまにあります。なんか衣装のイメージ画像こちらですみたいな。すごい、はるかさん、はるかが香りとか。でもたまにね、雑誌とかでもね、名前の間違いってあるんですよね。私も過去にあって、そう、みたいな。名前は覚えてほしいです。覚えはるかです。でもそういう時やっぱり、あ、なんかもっと名の知れた人になってやろうって思えますね。うん、知らないから間違われるわけであって、知られてる人だったら間違われないから、知られる人になろうって思いますね。はい、逆にはそうですね。ショックって思う気持ちもあれば、有名人になって、え、あの上はるかの名前を間違えるんじゃないってなるように。こんばんは。そうそう、だからなんか誰でも読める名前に生まれたかったっていうのある。リカさんとか、中井リカって絶対読めるじゃないですか。私なんか、これは分かんない、感性とか感覚の問題かもしれないけど、中井リカって書いてあってめっちゃなんか目立ちませんか？いいなーって。でも私はやっぱりなんか目立つ名前が欲しかったわけでも別にないんですけど、まあ自分のこういう感じのもあるので、なんかこんな感じでちょっと目立つ名前だとちょっと、あ、イメージと違うかなって。でも誰でも読める名前になりたかったとかはありますね。
でもそう、自分の名前は全然全然気に入ってるってまたおかしい日本語ですけど好きですよ。なんかまあずっとこの名前と生きてきたからかわかんないけど、まあ私にはこの名前がぴったりだなとも思うし大声って他に誰にも被ってないからいいと思う。まあ確かに大声さんってあんまりいないもんね。うん。なんかその知り合いの方、知り合いになった方とかだったらすごい呼び慣れてくれると大声って呼ばれて全然嬉しいんですけど、そのやっぱだからなんだろう、その馴染みづかないと相手に。そう、ちょっと相手が呼びにくそうにしてる時がすごく気まずいかもしれないあ、お声ですみたいな感じになるから、そう、あ、はい、お声はるかです、そう、ね、どうだろう。こんばんワッフル。こんばんワッフル。早起きだったからかもう眠たいかもしれない。もうそうだよね、今9時くらいだから3時半に起きたから、きっとあと2時間くらいしたらめっちゃ眠いと思う。最近あんまりショールームとかもできてないからね、できるときはしたいんですけど、そう今日3時半に起きたんだよ、やばくない？深夜だよね。なんかでも3時半に起きて準備とかしてで、ちょっと待ち時間があった時に寝てたんですけど、でもやっぱ私一回寝たら寝起き、その朝の寝起きはいいんですけど昼寝の寝起きがすごく悪い、結構辛いので起きた時が、そうだからちょっとちゃんと朝から夜にかけての睡眠をちゃんととって昼寝をなしで生きていける人になりたいなと思いました。強く強く思いました。初訪問の方ありがとうございます。二度目の訪問の方もおいでまし、おいでやす。うん、私は結構健康優良児なところはあってね、そこは恵まれた、生まれた時に結構自分の中で
生まれつきあるものとしては結構感謝してるのは健康優良児、偏頭痛とかもなくて、今のところ花粉もないと思うのとか、血圧とかもまあ多分安定してるのかな、分かんないけど、風邪もまあひかないですね、そんなに。だからまあまあ体は丈夫っちゃ丈夫。でも大きくなるにつれて急にそういう異変がね現れだしたりするのかもしれないし、そうそうそう、気をつけて、何があっても生き抜くのです。そうだね、健康第一です。今日は10時くらいになったら配信やめようかなと思ってます。10時までやります。体のなんか疲れやすさとかが来るのって何歳くらいなんですかね。もうメンバーは二十歳を過ぎたらとかっていう言葉はやっぱりたくさん使いますね。二十歳過ぎてから疲れやすくなった、疲れが取れにくくなったとか、食欲が落ちたとか、肌質が変わったとか、二十歳過ぎてからそういうことが結構あるらしいですね。そうなんだって思いながら、私にもそういう、うわ変わったなって思う時が来るのかなとかって、30歳でマジできます。20、30、確かになんか違いますよね、きっとそこは。でも常々思うのは、こう毎日毎秒をこう同じ感覚で1秒1秒刻んで、少しずつの変化を人間はしているわけじゃないですか。でも今の私は、その小学校の時の記憶とか私結構はっきり鮮明に覚えていて、もう小学校1年生の時の記憶も結構はっきりあるんですけど、でも小1に見えるかと言われたら見えないじゃないですか。でも小1から小2になる瞬間にそんなガランと変わったわけじゃなくて、小2でも小1に見えるっちゃ見えるじゃないですか。でもそれを同じ感じで同じ要領でこうこなしてきた、重ねてきた月日だというのに、急に私は小1に見えなくなって、でも小1に見えなくなった瞬間があるわけでもなさそうじゃないですか。だから本当にゆっくりのちょっとずつの変化ってめちゃめちゃ怖いなって思いながら、いつの瞬間なんだろうって思いながらいましたね。もう私結構大人っぽく見られるんですよ。ハルルンは小一に見えるとか言ってる方いますけど、まあそうですね、話し方とかにもよるかもしれないですけどね。20歳過ぎたら10年とかあっという間よ。やだー。あ、でもなんかその
時がゆっくりに感じる方法みたいな調べたら出てきたりするけど、でも今まさに結構時がゆっくり感じてる。だってこの前のオンラインおしゃべり会って言うと、私はもうなんかだいぶ前な気がしちゃうんだけど、まだ1週間、ちょうど今日で1週間くらいかな。もうあれからもうすごい大変な日々を過ごしていてそう、今日まで結構大変な日々を過ごしていた。なんかそうなんですよ。めっちゃ眠たくなってきちゃった。そう、だから今日最近、ここ最近は結構新しい環境、慣れないか、すごく時間がゆっくりに感じていて、それもまた意図おかしなんだなと思っていましたこんにちは、こんばんは、ありがとうございます。お疲れ様様、お疲れ様様。緊張すると時間長く感じるもん。そうかもですね。寝てしまう。上と下のまぶたが仲良くなりたいみたい。あ、そうなの。眠たいわけじゃないの。ただこの上のまぶたと下のまぶたが仲良しなの。皆さん、オフラインおしゃべり会はまだ先ですの？まだ先ですね。どうしたもんじゃろの。寝ようかな。ちょっと限界だ。こんなに眠たそうな配信をしてしまった。すいませんすいま村、あ、村と書いてすいま村。じゃあちょっと壇上の方を呼びしたいと思います。13位衣類さん、12位まじめちゃんさん、11位タランボさん、10位ゆららさん、9位スマイルさん、8位さかけんさん、7位おしょうさん、6位いたいちろうさん、5位ひらりさん、4位ぴょんこぴょぴょんぴょこぴょんさん、3位てっちゃんさん、2位きゅうりの漬物さん、1位かんくろうさんです。ありがとうございます。皆さん今日もお疲れ様でした。また
た見に来てくださいね。明日も頑張ろう。おやすみなさい。早く切り上げちゃってすいません。おやすみ。